マジで。ほんまに。いや、こいつが一番、こいつのせいだからね。こいつが一番最初俺に紹介してきたんだ。そうなんだ、そうだよ。そんなことなければ何もなかったのに。え、なんか変な声するし、そもそも、なんかナイスくださいとかって聞こえるし、マジで、スケームが作るマジ。ついにはなんか配信もさ、あの配信もなんか被ってきてし、時間がてか昼から夜中12時まで配信やってるし、12時までやってるし、変なとこ紹介してくるし、会社いい会社だけど、ただ紹介したのが一番悪いやん。マジで。そのせいだから、とりあえずバコーンって蹴ってやりてえもん、マジで。ほんまに。舐めてるかさ。日大タックルしていい？日大タックル。実験。いや、いや、俺もあんたに話があるけど。話が。何の話ですか。あの車の保険の話。いや、車の保険の話は後でいいんだけど。そうなの。重要だと思うけど。ん？重要だと思うけど後でいいの？いや、後でいいです。いや、そんな話だって車の保険の話でさっき聞いたじゃん。いや、あれ違うよ。違ってた。なんだよ。いや、お前マジで、本当に違ってたんで、上に上がって言ったら、あんたが今電話中って言ってくると話ができる。いや、そんなことじゃなくて。なんだ、何なんでしょうか。まあ、ちょ、それはもう今日もちょっと朝もなんだ思ってたんですけど。なんだ、早く行ってよ、早く早く行ってよって、ちょ、もう出るの今日も。うん、出る、早く。どこに出るんですか。え、出ないじゃん、どうせ。いや、出るよ、マジで。どこにですか。本当に。どこにですか。そんなこと言わない。なんで。ちょっとあんた個人情報バン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 ペラ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 喋ってるのか、それぐらいも言えるでしょ。ペラ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 個人情報喋ってんだから。何？ん？何？あのさ、男か、いや男じゃないです。あのうちの親は今日あの創学会会館ってのがあるんですね。ミロちゃん座談会ってのがあるんですよ。ミロが座談会。いや、そんなんいいけん、水入っても。ダメだ、ちょっとうるさいけん。ちょっとミロ出して、この食卓に。うるさいけん。ちょっとね、一個だけマジで、まあちょっと本題入る前に一個だけちょっとあの俺からちょっと逆に頼みがあるんですけど。頼んで。
あ、お金のこととかそういうのじゃないです。そういう頼みじゃないです。あの、なんか長時間、あの夜とか長時間配信するやめてもらっていいですかね。うるさいんですよね。うるさい。俺のいびきよりうるさいんですよね。ほんまうるさくて、なんかそのハン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 やがましいんですし、ハン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 夜中なんか爆投げ師が来て平八をなんかあの呼びに行ってぐらい、なんかあの喜んでたらしいけども、その喜んでたらしいっていう以前にその声聞こえてるし、2回まで。それはもう、その何なん、そんな、なんそんなに、だからその一日今配信何時間やってんの？あら、お前が言うかね。いや、夜中うるせえんだよね、めっちゃ。いや、それやめてもいいけど、そしたら本当に、だっていや、別にやめてもいいんじゃなくて、別になんか夜中とかその、はん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 言う必要ある？昨日は多分最終日でなんかいっぱいもらったからだわね、アイテムを。そんな私は普段はん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 言う必要ある？マジ。いやアイテムを。そんなお礼言わんと、ちゃんと。いや、何でもいいんですけど、っていうかその頻度がさ、だん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 増えてきてませんか？昨日はって言うけど、なんかもうここ最近ずっとやってない？なんかそんな長く、それいや、私もそれは1日1時間ぐらいの方がそれいいよ。でもそんなんじゃ全然ダメじゃん。ん？ん？どういうこと？そんな短い時間だったら、そんなないし、なんかもらえんし。うん、だからその生活がかかってるんだよね。だからじゃあもう今後も夜中12時までずっとやるってことですか？そんなことないよ。あれはそれはしない。あれは最終日だったっけ。最終日。いやー、まあちょっときつ。やめれと言われればやめるけど、そうしたらいや、やめる気ないじゃん。やめると言われればやめるけどじゃなくて、やめる気ないじゃん。そもそも違う、あなたがちゃんとうちにお金出してくれ。いや、だからそういう言い草してやめる気ないじゃん。いや、あなたがお金出してくれたらやめるよ。そもそも、うん、だからね、その自分で分かっててどうせやるんでしょ、どうせ。なんか人のせいにしてやめないんでしょ、どうせ。いや、別に俺なんかあの言ってないけど、なんかあの、いや、あなたがお金出してくれたらうちに、なんかあの人のせいにしてやってね、なおかつね、なんか親父までさ、なんか普段配信してねえくせにさ、なんか誕生日前夜祭とか行ってなんか配信して、でなんか誕生日普段配信してないくせになんか誕生日だけなんか配信つけるみたいな感じになってるし、なんなんすかマジで。それはやばいよね、じゃねえんだよ。いや、それは人のせいにしてどうせやるんでしょ。いや、そんなことあなたが月に10枚でも出してくれ。いや、嘘つけ、そんなもん絶対もうやめれないって。もうあなただってそもそももうあのもう配信の沼にあのハマりまくってるから。そんなことないよ、あなたも本当に出してくれ。いや、それは絶対ない。いや、本当だ、それは絶対ない、マジで。いや、無理だと思う。もうあとやめれないと思うよ、マジで。配信に絶対やめないと思うよ。そんなことは本当にない。だってなんで、じゃって iPad を買う必要ある、やめるなら。ん？やめても買うわね。なんで？いや、iPad って配信のために買ったんじゃないの？そうだ。ですよね。でも後々使えるように iPad にしたんだよ。いや、配信のために買ったんでしょ。iPhone だったらもうそこの潰しが効かんけど、iPad だったらいろんな後々使えるという。いや、iPad だったら後々使えるっていうか、配信で買ったんじゃないの？言い訳でしょ、それ。
通にただのだって配信なんかしてたら iPad は買ってた。別に iPad 買うのが悪いとは言ってるわけじゃないですけど、だからただ単に俺が言いたいのは、いやそういうのも買っているんだからやめる気はないよって。で別にやめなくてもいいんですけども、全然いやそれでいいんですよ、自由にされる。あんたがお金出してくれたら今すぐにでもやめるよ。やめないくせに。いや本当だって本当に。いやそんなわけないじゃん。あんただって普通にさ、普通にあのアイテムもらったらねさ、お礼ちゃんとしないといけないって思ってる気持ちがあるんだったら、今リスナーさんがね、やめてほしくないっていう気持ちも、それもあの心揺さぶられて、いや私あのリスナーさん、今度はリスナーさんを使って言ってくるでしょ。リスナーさんがやめるなって言ってるからやめないって。で結果やめないんだよ。いやそうだろ。いや、やめるって言われたらやめるよ。その代わりあとお金。いやだからやめるって言われたらやめるんじゃなくて、俺別にやめるなんか言ったことも言ってないんだよね。やめだからそのなんか、そのなんか決して被害妄想するのやめてもらっていいですかね。あのだからやめるなんか一言も言ってないんだけど、うるせえっつって言ってんの夜中に。車の中でやればいいじゃん。じゃね、俺はあなたよりもあの早く起きないといけないので、全然あなたよりも早く起きないといけないので、なんか何時起きてるか知らないですけども。ねえ、あんたってさ、クビになった？は？クビになった？いや、クビになってませんけど。クビになったって聞いたけど。うん、そういうのも騙されるでしょ。そういうのも騙されるし、誰に聞いたの？いや匿名でしょ、どうせ。わっちょタヌキあたりでしょ。タヌキあたりが適当なポンプしてんでしょ。いや別にいいんだけど、あの鳩に踊らされるのも別にあなたの自由なので、それもいいんですけど、ただそのまあ、一応4時には起きるんだよ俺、大体遅くても5時には起きないといけないし、ね、でなんかあのあなたなんか俺が何してるかみたいな感じでなんか2回上がってきてたでしょ、コメントで言われて。それもしなくていいんで。何の話？え、なんかあのマティアスが家にいるのかみたいな感じで2回に上がってきてるでしょ。それもしなくていいので。上がってきてますよね。なら出てけよ。いやもうこれは無理な言い訳やろ。なら出てけよ、おかしいだろ。あ、俺全部我慢しないといけないですね、じゃあ、すごいですわ。大事にしなよ。いやあのうるさいって言ってるんだけど、あのそれもあのネットでは通用しないですね。出て行きはマジで草だ。
んなの前できたら一人しかいなくない？じゃあなんかファンファンの作品って、まあ、そういうことだよね、うん、そういうことだよね。いやなんか普通にね、あのね、じゃあね、別に朝早く起きる、早くね、今ちょっと早く寝るようにできないみたいです。すごいっすわマジで。だからそれで寝不足になっても、あのまあだからそれは息子のせいみたいらしいです。あの早い朝早く起きて朝早く行くような仕事つくからだろっていう考えらしいんで、そこ言ってないよ。いやあなたは言ってないです。あなたを擁護している人に言ってます。そんなこと思ってないもん。当然だろう、やばこいつ。思ってないよそんな、うん、やばいっすねあなた。まあ、でもまあこういう人はちょっと話にならないですよね。やばいよ、うん、ね、まあ、親が良ければ何でもいいみたいな、最低だな。いや最低だよ、ね、すごい。いやこの人の言い分逆に聞きたいよね。いやまあだからそういうこういうことだよ。だからあのイカルドもあのこの今後あの仕事が帰ってきて仕事で疲れてるのにっていう言い訳はもう聞かないっていうことでいいよね。ん？うるさくしても、まあ、そういうことだね。それは言わんのだったら、自分がしたことは、ん、自分がしてる。いやだからそうでしょ、だから自分がしたことは言わんのだから自分はしますよっていうことだから、まあそれはもうお互い様だということでいいですね。そんなことないよ。え、何がすか。そんな大騒ぎしたわけじゃないけん。いや大騒ぎしてますよ。もらった時のありがとうございますってお礼言ったけどね、それが何で悪いの。いやあんたの声ってでかいじゃん、そもそも。でも夜中なんかやったら鳴らしてないし。鳴らしてもなんて前11時半ぐらいお母さんが目が覚めたよ。で多分死んだの。いやじゃあだからあなたのクラクションがでかいんだったら自分の声がいいですねって言いたいことですね。じゃあまあ僕もじゃあ同じことさせてもらいますね。いやいやだからそこはやめないってことでしょ。要はあなたがクラクション鳴らすなら私だってでかい声出してやるよっていう言い分にしか聞こえないです。わかりました。じゃあもう大きな声出さない、もう俺も言わない、それでいいの。いや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 、何ですかそれでいいのって。お礼は言わないって、その俺ってそんなでっかい声出さないと言えないの。いやその言い分が意味不明なんだけど、なぜお礼を言わなくていいのっていうのとでっかい声出すのっていうのまた、いや全然違いますよね。言い分が違う。俺は言いたいけど、あんた今あなたが言ったのは、俺はもうお礼は言わなくてもいいろ。でもでっかい顔して目開いて、そういう言い方するから、私はお礼は言いたいよ。いや誰がお礼を言うななんか一言も言ってねえんだよ。そういう言うことじゃないんですよ、俺が言いたいのは。なんすかその開き直りは。開き直ってなくない、忘れてますよそれ。あ、いいよ、いらっしゃい。むしろあんたの方がヘリクスだな。俺は困らせることしか言わんもん。俺がヘリクスなのこれ。いや、分からんけど、意見なんですけど。だってちっちゃい子で俺言ったって気持ちが伝わらんでしょうが、なかなか。え？ちゃんとありがとうっていう気持ちがなかなか、ありがとう。でかい声言えばいい、でかい声出せばいいっていうことでもないですけどね。あんただって言っとくで2回
下に聞こえてるけんね。あんたは聞こえてないと思ってるかもしれないけど。いやでもそれってあんた寝てないでしょ。下に聞こえてるってことは下にいるってことだよね。いや下にいる時間ね。うん、じゃあ起きてるじゃん。別に、いやだからでかい声出すなら車の中でできるじゃん。なんで車の中で行ったらいけんの？家の中で、なんで家の中で行けんの？いやだって時間おかしくない？あんた。あ？最近のあんたの配信時間ってめちゃ夜中にやってて。だから昨日はたまたまなんだって。いや知らないよ、たまたまとか。いやあんたは知らない、本当のことだし。いやたまたまなんかな、なんかここ最近夜中ずっとやってる気がするんだけども。だからそんなことないから頑張ってやってるじゃん、こっちは眠たいの我慢して一生懸命。いや、眠たいの、いや眠たいの我慢してやってるっていうか、いや、知らんけど、いや、別になんか、それでなんか、なんかいろんなもん、iPad 買ったり、なんかいろんな、なんか家のなんか、ね、なんかいろんなものが送られてくるけども、あなたが多分買ってると思うんですけど、ね、それを買うためにやってんだ。ガムはね、それは必要だけん買ったんだわね、本当に。何に必要なの？なんで？そんなことなんであんたに言わんとけんの？いや、必要なんでしょ？贅沢、また贅沢じゃ贅沢かもしれんけど。我慢して配信してないですね。お金は使ってないよ、あんたは。なんかガソリン代からホテル代から旅費なんかの飛行機代からって、あとタクシー代とかすごい使ってし。だって飛行機代って県外行くだ仕方なくない？まさに全然使ってないもん、家の中ずっと。だって家、いや別に出ないからね、あなたは。え、何？家の中にずっと俺配信した方がいいってこと？あなたの言い分。いやだってそれいうこと言ってるよね。そういうこと言ってるよね。いやその言い分だとなんかずっと家の中で配信しとけっていう言い分だけど。いや、金が必要なんです、文句出るなら家から出ろよ、この引きこもり。いや、俺全然引きこもりじゃないと思うけど、多分あんたよりも活動範囲広いと思うけど。いや、マジで俺多分全然引きこもりじゃないんだよね。多分あなたより活動範囲広いっすよ、なんなら。森が朝4時に起きて出勤するか、確かに。仕事でイライラしたの。頭にやめるに止めつかればいいか。いや、そうなんだよね。なんかそれとだからずれてる話が。あ、そうです、そうです。うん、ドンさん正解っす。前マジでクソ。いやだから、いやだからそのクソに対して理由をつけてくれないと、クソだけじゃわからないんですよね。いや普通に車の中で配信すりゃいいだけだよ。いやそうだよ。俺のなんか俺の考えがちょっとずれてるか分かんないけど、絶対的にだん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 配信時間増えてるよね。だからだん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 その配信時間増やさんと内線が取れなくなってるからだもんね。それが分からんの、あんたには。これはもう、いやそれはあんたには分からんっていうか、それは自分のせいじゃないの。それ誰のせいでもないじゃん。だからそれはあなたのせいでしょ、別に。
だからあなたには分からんのってそれなら自分のせいじゃん。そこを頑張って、私だってさ、もうね、それはなんかもうなちょっとやって、あとなんか、まあ、なんか寝てれば楽かもしれんけど、生活がかかってる。だからあなたがうちにお金を出して10万出してくれたらそんなことせんでもいいんだって私。いや、どうせするじゃん、出したところで。全然違う。いや、あなたは絶対しますよ。だって体が本当は偉いんだよ、このそれ。あんたはこの年になってみればわからんかもしれないけど、いやいや、だから別に無理してないする必要はないと思いますよ。そんなになんかお金お金って言ってて、逆にナイスだから押されなくなりますよ。そんなこと言ったって、だってあんたが聞くけんでしょ、そう言って。いやいや、聞くけんでしょって言っても、別になんかそれ俺のせいみたいな感じになるからね。いや、言わないとうるさいからね、今度は。いや、そもそもあんたが1円も生活出してないのがそこが大間違いなんだけん。うん、いや、だから出すからって言っていいんだよ。いっぱい使って出すから出したら廃止やめんの。いや、本当に出すね。あ、いいですよ。今すぐ出して。ほら、出た。今すぐ出して。もうこの発言がさ、もうやめる気なんかないんだよ。だってあんたすぐ、だって口だけだもん。だって今すぐ出してなんで、いきなり過ぎない。だって口だけだもん、まあ、あの口約束だから今すぐ言ったりとか。だからそれで息子のせいにしてやめる気なんかないんでしょ。そんなことないんだ。だって今すぐ出してなんか言ってくるじゃん。今ここでバンで出してって言ってたら、いくら出したらじゃあやめるんですか今。だけ毎月10万出して、じゃあまあ25ですよね。なんで今日なの。だってあんた車の頭金も払うわけにし、あの、いや無理してでも出しますよ。保険のお金も無理してでも出しますよ。じゃあ25日で、24日が引退でいいですね。25日出したら。あんた本当に毎月払う。いや払いますよ。だから24日で引退でいいですね。あんた本当に払える。払います。あんたの生活にとって払えるように思うけど、だからそう言ってやるんでしょ。やりたいんでしょ。いやだから言えばいいじゃん。やりたいなら、やめたいやりたいならやりいいじゃん。どうせやるんだから。だから払うって言ってるのに、あの払わないみたいな感じなんだから。だいやだから20だから25日払ったら引退なんですよね。なんで25日は頭金払わねえよ。いやそれでも払いますよ。あとあの保険のお金も払いますよ。なんでなんかどっか遠くに出るんでしょ。いや出るよ。じゃあそんなお金が10万払ったらとても。いや別に10万かかんないし。それに違うね。私に10万払って、はい、うちに10万出したら足りないと思うよ。いやいいですね。いやだからあの10万払ったらやめるんですよね。いやだから無理してでも出しますよ。いや無理したらごめん。毎月は出してもらうんだけどね。そんな1回無理して出しても毎月。いやだから出すからって言ってるのにやめる気ないんでしょ。いや言えば普通に。無理してだ。だからそういうあなたに毎月10万払う。いやだから10万払うのとやめるんですよね。25日でやめて、まああなたも本当に払うんだって。はい毎月だよ。いや毎月だって。とりあえず10、いや毎、え、どういうこと。毎月お金を払ったらやめんの、それとも今月に10万払ったらやめんの。毎月だよ。うわもうだからそれやめる気ないぞこいつ。今言ったら毎月10万払ったらやめるって言ったぞ今。だってそんな、それはそうでしょ。いやってことはさ、じゃあその毎月って何ヶ月分ですか。何ヶ月ですか。まあ5年ぐらい。聞きました。5年毎月10万払ったらやめるらしいっす。ってことは少なくとも5年は廃止するってことでしょ。いやそうじゃないわ、ね、いやそうでしょ。逆にじゃあ何なんすか。5年だって違う。あんたが毎月10万5年間5万ですか。10万毎月払ってって言ったのはね。いやあなたさっき言ったのは5年最低でも5年を1ヶ月10万って言ったよね。5年10 1ヶ月10万払ったらやめるんでしょ。ってことは5年は配信するってことだよね。じゃあ結局配信やりたいじゃん。別にそんな発言する必要ないじゃん。5年もできるわけないじゃんこの年で。いや5年もできるわけないかもしれないけど、それまではずっとするって言うんですよね。であなた今言ったのはね、あのあなたが10万払わないやめるって言ったんだけど、どっち。いやあなた本当にお金払う気ないでしょ。口ばっかりでしょ。いや払いますよマジで。でもそれだったらね、
はい、そんな夜飲みに行ったりとか、はい、そんなしないよ。いや、それでも払いますよ。ホテルに泊まったりとか。はい、しますよ。毎月だよ。いや、毎月払います。だってあんた今まで1円も出してない。人に借りてでも返しますよ、あんた。払います。あんた人に借りる癖はやめた方がいい。いや、それでも払います。やめるんですよね。いや、あんたが本当に完全に10万払って絶対やめれって言うんだったらどうするよ。ああ、いや、どうぞやめてください。つまり本当にマジ、あんた嘘だ。いやいやいや、だから、だから、やめる気ないんでしょ。だから、もうだからやめる気ないのやめる気ないって言えばいいのに。そんなわけないでしょ。あんたがちゃんとした親孝行を持つからってこんなしないわね、私だって。嘘つけよ。楽しんでやってんだろ。配信だって配信したくないの、別に金だったら別にさ、別に配信じゃなくてもいいじゃないですか。この年で他に何の仕事行けんの、これ以上。いや、配信回収 出ればいいじゃないですか。でも仕事してるの。車の免許あるじゃないですか。車、あなたより年上の人働いてますよ。働いてるよ。これ以上配信回収まで行くだ無理でしょ。なんで、いつ行くだ。え、だってあなた仕事何時までやってるの、逆に。だから今はこの配信してから減してもらってるんだよね。もう増やそうと思ったらまた増やせるん、別に頼めば。じゃあそれでいいじゃないですか。それで足りなくていいんでしょ、全然。すぐ配信高くないよ。いや、だから別に配信するのは自由だから、別に配信してるのはしたいって言えばいいのに、なんか無理になんか配信してるみたいな感じだと、だから普通にさ、なんかあの別に無理してやる必要もないって思うよね。無理してやる必要が全くないんですよ。配信のために減らしてるらしいです。なんで？あんた本当にそういうのわからんの？本当にわからんの？わかって言っとる。でも本当に分からん。いや、配信なかったらどうしてたの、逆に。分からん。頑張れるとこまで頑張って、そのうちの母は70歳超えてますが、子宮癌ですが、掃除の仕事してますよ。ほら、70歳超えてて子宮癌でも掃除の仕事してる人いるじゃん。私たち仕事してるじゃん。え、してるの？してるの？してるよ。いや、俺なんか一日中配信してるようにしか見えないけど、朝から晩まで。そんなわけないし。はあ、仕事してんの。ほとんど車があるんだけど、逆にいつしてるって思うよ。ほとんど車がないでしょ。ほとんど車あるんですけど。いや、以前仕事辞めたってことにしとけば。うん。辞めたんでしょ。辞めました。配信1本だったんだ。ました。この中でじゃあ一番配信者だな。はい、配信者です。配信一本だから。うん。顔黒？俺、うん、日焼けだね。いや、だから俺が言ってるのって別にめちゃくちゃ単純なことであって、なんかその夜中に行って言ってることだから。単純なことだよ。何ですか？毎月生活費出してっていう、これとっても単純なことだよ、うん、だからそれはあなたが辞めるから単純なことじゃないよね。辞めれないじゃん、どうせ。なんで辞める辞めない関係ないでしょ、生活費出すことは。あ、生活費出したように配信もするってこと？そういうことですか？配信関係なくて、どこの息子さんだって娘さんだって家におる人はほとんどの人はもう家をお金払って。いや、分からんけど、それを言ったら今さっきあの配信やめるって言ったからね、あなた自分で。自分の口から言ったからね。別に俺が言ったわけでもないから。分かりました。もういいです。分かりました。あなたが一番だ、本当に。あなたが最初。いや、ずれてるよ、あなた、その考え。ずれてるわ。
拗ねじゃんっていうか、しかも ずれた考えでなおかつ拗ねてるから意味不明。やばいかマジで。いや好きだマジ。極端だわ。昨日の怒りの初めてが飽きてしねえと言って、いやいや配信楽しいんでしょ。いやそれはそれでいいんだよ別に。それはそれでいいね。何そのあの配信嫌いみたいな感じ言ってんの。嫌いなの無理にやってますみたいな。めっちゃ楽しんでんじゃんな。うん、何が開けて閉めて分からんけど、楽しんでんじゃないのそれで。なんでつまらなそうに配信してんの。お前でも止めないほどどっぷりと依存してるぞ、うん、つまらなそうに配信してんの。いやここもう羽打ってるし、つまらなかったら続けてないだろう、うん、だからそれを言えばいいのにね。それ言えばいいのにね。なんで言えないんだろうね、謎。配信一過すぎるよなマジで。いや俺もここまで配信一過になると思わなかったわ。キャパ超えてますね。こんなにあれすると思わなかった。すげえマジ。平八は平八でなんか明日誕生日配信するらしいよ。平八は平八で。いやいや。いや、誕生日配信って。普段配信してねえのに誕生日配信なんだよ、マジ。金返せない家売れような、確かに、うん、イカルドにやらされてるんでしょ。いやそれはないと思うけどね。本当に家族全員配信者だな。そうだよ。家族全員配信者だよ。全員配信者だよ。すげえやな。いやだからここでもう配信つけたりしたら、だからもう本当にほんま配信者になってるから、もうやめる気なんかマジないんで。だって俺昔イカルドになんかあの配信やめるためになんか弁護士使われたりね、あの松江市の市議会議員使われたり、なんか警察使われたり、なんかいろんなして辞めさせようとされてたのに、今ではお前これだからね、俺が辞めさせようとしてる立場になってるからね。どういうこと。どういうことやマジで。一番のめり込んでるよ。立場逆転されたわ。
1年分稼いだらやめていいんじゃない、やめないでしょ、1年分稼いだらもっとってなるからね。多分俺はもう俺の予想、多分最後までやり続けるよ。いやだってさ本当にさ、いやなんかすげえもんあったね今日。なんかすっげえでっけえもん送られてきてたんだよな。お父さん隠したあいつ。ご飯です。いやそれあんたハウってるから、ハウってるのに返事してどうすんの。もうなんだかんだするのやめてくれあんた、そういうこと。え何がっすか。何がってなんだろう、なんか恨みでもある私に。うん。恨まれる覚えない。いや恨みでしかないでしょ。感謝される分でも。まあ、ギャ、お前今までさ、あの伊藤に対して配信やめろっつって言って逆になってて、でなおかつね支払い支払いって言ってるくせに、なんかすごいなんかあのいろいろなんか届くんです。何なんすかあれは。今日もなんかでっけえのも届いていたけど、あれじゃなんで隠したの。隠す必要ないじゃん。もう隠す必要ないじゃん。なんでさ隠したの。わかんねえ。なんかすっげえでけえもん届いてる。もういいわあんたに。もういいや、そういうことやめて。本当にお母さん苦しんでるよ。え何が苦しい。なんか俺したっけ。俺なんか今日実験でもしたっけ俺。えなんか家でも汚したっけ俺。トラブルメーカーだからな、お前が。何度もあたこと言うと。え、トラブルメーカーって俺何かしたっけ俺。え、な何に対して怒ってるのか全く分からんけど。もしかしてあの業務妨害的な感じで怒ってるんですか。配信の業務妨害するなっていう意味で怒ってんの。まさか今度はついに廃止の業務妨害的な感じ。俺があの廃止に業務妨害してる的な。気がちゃおもろい。まあ確かにね、普段配信しない、誕生日だけ配信するあたりね、逆にすげえわ。配信業務妨害だよね。で多分それで怒ってるよね。訴えられるんじゃない俺。配信の業務妨害って言って今度そっちで弁護士使われるんじゃない。マジ隠したなあいつ。ここいいでしょ。配信業務妨害。配信業、いやだから配信業務妨害でしょ。でイカルドなんかはあのフワッチのこと仕事って言ってんだから。今度は何で呼ぶの。今度はの警察に配信業務妨害、配信が私の配信業務妨害されてますって呼ぶの。だけなんかあの配信やめさせろみたいな言われてたのに。あれ仕事な、うん仕事って言ってるね。イカルドはあの
堂々と仕事って言われてるで。俺にもなんか仕事って言わないの。決定締めての仕事なんだ。何つか今度は私も達成がないし、何も用意ができて、読んどくせに何も用意ができてないだろうっていうの、何すか、結局俺らが用意してないんけんってことだよね。いや、そんなこと言ってないけど、これ以上何つくんだ。つくんじゃなくて、ご飯を一回味噌汁を入れたりすることが用意できようが、他には何だよ。用意ってご飯作ることが用意じゃない。ミロが来たよ、知らんわ。もうそんなことまで言われたら立ち手がないわ。あんたにも訳がない。ひどいことばっかり言われた。何がひどいこと言ったんですか。これだって一生懸命やってるのさ。用意ができてないのに呼ぶなみたいなこと言うの。一生懸命やってる。何を、飯を作ることが。そうだよ、朝から一生懸命。俺は何を言ったの。朝から一生懸命働く。私も帰ってからろくに座ってないよ。コーヒーで立ったまま飲んで、しかもまた一杯のコーヒーだ。配信はどうやってやってたの。じゃあ立ったまま。じゃあ配信やる時間座ってね、座っときゃよかった、ね、だってご飯作る配信しとったもん。いや、ご飯作る配信しとったもんっていうか、別にご飯作るよ、別に配信いらんやろ。だってじゃないとすることが何もないもん私。いや、することが何もないと別にやるんでいいやん、別に。だってそもそもあの子が先に食べるもん知ってんのみたいな、うん、もう毎回全部それなんですけども、本当にそれは何が、なんていけんの。いや、でしょ、なんで視聴者が先に食べること知って、俺のあの食べるもん先に知られてんのみたいな。少しはさ、ねぎらいの言葉をもらっても罰は当たらんと思って、なんで二人から責められるかもよくわからんの。ご飯の用意ができてない。いや、何でも知ってんの。いや、だからその時間配信せんでいいんじゃない。ご飯っていうのは違う、朝炊いてすぐ冷凍したんだもん。俺食べていいんかい。朝冷凍したんだね。ぎらいとは炊きたて冷凍しといても、解凍しないんだね。ぎらいとは何ですか。味噌汁頼みます。これぐらい歩けないったらまた入院だじゃない。これぐらいだったしな、5歩ぐらいしか、5歩で文句言われたって思ったし、いろいろ持ちながら歩いてるもんやんか。これぐらい歩かんと5歩、たったの5歩だよ。5歩もかかったそこからそこ行くのに。それを前提にご飯って言っておかよ。そんなことじゃない。どうだろう。さらにもう歩けないぐらい結構体調やばいの。そんなこと言ってねえよ。そうなの。歩けないぐらい体調悪いんだったらさ、やばいと思ってたけどね。あの明日配信する必要もないだろうと、寝といた方がいいよと思ったけど。そんなこと言っといた方がいいよ。ん？お前こそ寝といた方がいいよ。なんで？ちょっとぐた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 言ってるんだ。別にぐたぐた言ってもいいんじゃないの？ダメなの？
ちゃんと仕事はしてるんですけど。切り方せんけど、半分にして丸ごとじゃなくて半分にしてんと食べにくいし、すいませんでした。イライラしすぎだろ。半分にせんでごめん。この出したら悩むもん、どこ行ったってごめん。イライラするだけないけど、欲しいものリストとか腹くれることも一応考えられる能力あるってことは、正常な脳は持ってんだからさ、八つ当たってるだけだろ。まあお父さんお腹が減ってるじゃん、腹立ってんのに思ってるだけなんだよ。結局お腹が減ってくるお父さんも、うん、なんやん、作るはいいのに、なんか変なことして作るなと作るだけだもん、いっぱいね。ね、だからそういうね、良くない方向に行ってるっていうことですよ。なんか美味しくないね、これ。すいませんでした。何だいし、なんでやっぱり3年前、4年前、5年前に戻るべきでは。作り直します。あ、うまうまうま。いや、いいやん。あんたはあんたで痩せるからさ。食わないで、食わないで。なんで急いで作ったの？時間がないと思って。じっくり回す。じっくり作ってない。あんたはあんたで痩せるからいいんじゃない？食わなくても。だって明日、なんかいろいろ届くんでしょ？食べ物。どうせ。そういう言い方をせん方がいいと思うよ。親にそういう言い方をせん方がいいと思うよ。どういう言い方だったらいい？どんな親でも親は親だけどね。ん？あなたにとってどんな親でも親は親だってことだもんね。いや、そんなこと言っても意味ないよ。毎回毎回そういうこと分かってないんだから、俺本人が。言う必要ないよ、そんなこと。言ったところで意味ないよ。あ、ちょっとよ。みんなあれじゃねえ。ミロちゃん、バイバでも、あんたの配信に関しては、俺、あんたの方が、あの、まあ、ちょっと誕生日配信してよくわかんないですけど、あんたの方が、あの、正常だと思ってるよ。今の考えは。しない、しないっていう考えは。私が全て悪いんだ。うん。また同情ナイスですか？また同情ナイスですか？
魚が、なんとも俺が魚がいいけんと思って買ってきてると思うけど、いいけん、無理せんで。あるものっていいよ。あるものって言ってて変わんともないんだよね。そんな食べればなくなるでしょ。安いものっていいよ。ちょっともうちょっと汁が少なかったかね、サバの。ちょっと水いっぱい、あんま煮すぎたかもしれん、ちょっと焦げちゃったからな、しょうがない。いいや、そんなことどうでも。まずいって言うもん、お父さんが。ん？まずいって言うけんが。それはね、自分が配信しながら作ってるから、ね、あのみんなで作っちゃったから、やっぱそういう発言せざるを得なくなってるってことでしょ。どういう発言？やっぱ配信ね、みんなとね、あのコメントと協力して作ってるから、なんかまたそういうなんか、ね、いやらしい発言してくるの。そんなん別に今までだったらそんな配信してなかったら言ってないじゃん、そんな発言。何を。いや、もうちょっとこうやって作った方がいいかなみたいな。いやらしいですね、本当に。食べにくい。あんたには食べやすいかもしれんけど、食べにくい。俺にとっては食べにくい。別に平八は食べにくくても別によくね。おっさんが食べにくくても。もっと細かく切れと。何やんなもん。いや、半身にせってことだわ。どれどれや、これ。だから入院して入院食食わせるとでいいんだろ、もう。おつや配信なんか知らんけどさ、うん、おつやで、これはね、あのなんで今こうなってるか教えようか。あの配信全員が配信者になった末路がこれです。変なこと言ったらまたコメントで変なこと言われるし、ここは喋らない方がいいかと思ってきちゃうんだよね、だんだん。俺の今日のあんたのあの俺のが配信終わった後のあんたのテロップ、あの考察したいわ。あんたが何て言うテロップをするか。うん、私やっぱり配信やめた方がいいかな、はてなか。うん、負けないですって負けないです。これですか、この2つ。え、なんか何すか。じゃあ、分かった。
分かった。分かった。いい。いい。マジ分かった。もう疲れました。これだ。これだろ。いや。え？え、もしかして昨日から爆投げ師さんが来たら、爆投げ師さん今日も来てくださいですか？今日のテロップ。息子がやばい。ああ、それは関わらなさそうだな。私が悪かったです。すいませんでした。ミロを去勢したのに何も変わりません。新しい掃除機を買いました。明日、旦那が誕生日です、せがれにいじめられてますとか言って、せがれにいじめられてますどうもありがとうございました。ポンポンお願いします。ポンポンもう終わりました。あ、ほんまか。せがれか息子に配信業務妨害されてます。あ、これまさか。平八にご飯美味しいって言われません。負けないです。これ。いや、どれだよ。絶対この中に答えあるやろ。意味が分かんない。テロップ真実を答えます。人生山あり谷ありです。助けて大作池田、何がある他に。あ、こんばんは。私はブチ切れてます。いや、あ、ブユーさんの野菜まあケツ出すなよ、マジで本当にやめな、マジで。クナコンさんの名前画面に映ればケツ出してくる。
あ、わかった、決めました、突リレーします。これだろとか明かりつまりだろ、どうかコラボに、まあ、もうケツ出すね、マジで。今日は配信しないんだ。要は。ないわ、もうこれ全部入れるわ。母さん。マリオ買ってきたもん。いやいや。いいんだけど、もうこれ、これみんなできるもん。え、OBS 使って配信してんの、あんた。ね。うん。普通に今聞いてるのにこれも無視ですか。やめた方がいいよ、PC は。本当携帯の方がいいんだから。味噌が少ないよね。しつこい？何が？しつこくないでしょ。味噌が入ってるような気がする、味噌の周りには。入ってます。あんたしかも、薄味じゃないといけないので、味噌は濃くせん。意味だから、新橋では。味噌は濃くせんでもいいけど、味噌の味がさになると思って。いや、お母さん困ってるって思うじゃん。また困ってないからね。困ってはない。ほら。ごちそうさま。美味しかったです。ありがとう。どういたしまして。今日のテロップ、それこそ無税くんに久しぶりに会いたいとかでいいじゃん。お前入れてくるね、お前。ミーモが来た。ミーモがお父さんについていきたいし、ここに残りたいし、やっぱついていく方を選んだ。うん。と思うよ。全然刺さってないからね。全く。今刺さってるのは早くね、この座談会が終わってから早く配信しないといけないけど、座談会は。分かった。ああ、でももう早くもう今すぐにも配信つけて。ああ、そう、中止になった。今のあなたの頭の中、もうすごくわかるよ。何考えてるか。そんなことないよ。いや、まだ言ってませんけど。ディオールの化粧品持ってるの？売ってないよ。ディオールの化粧品なの。はい、やっぱ苦労はないんだよね。分からんのだと思うよ、いろんな親の苦労は。え、泊まるなら分かるよ。なんで家におってホテルに泊まるの？まあ、それもコメントでね、言われてでしょうね。うん、で、それとこれとは何が関係ある？配信と。実情があったには分からんけんなの。実情があったには分からんっていうのは、それは家があったのは自分たちのせいだ。俺らのせいじゃないからな。
じゃあ弟や妹にも頼めばいいじゃん、その分のお金で。あんたにどんだけお金、あんたの知り合いでどんだけお金使って。でも今帰ってきてるじゃないですか。あ、はい、引退しますか。じゃあだって前だって、ね、だってあんたいつもお金なんか取られる分でも出してもらったこと一回もない。人間払えるわけないでしょ。じゃあ引退しないですね。いやだから僕が言ってるのはさっきと同じ話に戻るんですけど、まあ、結論から言うと配信やりたいくせにね、あの別に無理してやってるみたいな。だってあんた人からだってじゃないんですよね。とりあえず俺の話をまず聞いてください。いや別にあのそのなんか別にだってあんたは別に自分の放送でさ、リスナーさん楽しく配信してるんですよね。楽しく。え？楽しくないの？配信、まず配信楽しいんですか。まずまず楽しいのやってて。楽しいの？え？だってあんたのところのリスナーってなんか別にあなたに対していいコメントしか打ってないはずだけど、楽しいの？いやだから俺の悪口配信言っても別に本人に対しては別にね全然キラコメ流れてるんでしょ。だから楽しいの？楽しいんじゃないの？イスコに戦闘行けんじゃないの？楽しいじゃないの？イスコに。ん？つまんないの？いや、ダミ声のおっさんって誰だよお前。いや、そこが一番あれだと思うんだけども、そんなになんか無理してやってるんだったら、やめた方がいいじゃないですか。いや、え？ちょっと分からんけど、楽しくないの？やってて。
仕事して部屋の世話して、美味しい料理作って笑顔が一番ですよ。あとこれ楽しいの？じゃあ。配信は好きでやってますけどね。まあ、今あね僕もね毎日いろいろ言われてますけど、でもそれでもねあの嫌いと思ったことないんでライブ配信。ぶっちゃけやりたくないの配信。めんどくさい。ちょっとコメントと喋るの。いや、わかんないんだよね。何も喋んねえから。いや、でもそんなはずはない。普通にだって配信でコメントと楽しく喋ってるはずだから、なんでこう言わないのか分かんない。いや別に普通に配信楽しいよっていうのが普通なんじゃないの、うん、いやいや、あ、だから違う自枠の話だよ。俺の枠じゃなくて自枠の話。この枠飽きたわ。じゃあ違う放送に行ってもろうて。自枠で言うんじゃない。そんなこと他枠で言えないの。どういうこと。そんななんか重要な発言がそれ。じゃあね、僕がね考察してあげますよ。多分配信好きじゃないですね。はい、一定のお金だけ入ればもうやめたいって感じですね。うん、義務感的な感じだね。シートできたんでしょうね。さて来週のいからだに BM なんて難しいです。すみません、誕生日配信ナイスお願いします。3本です。あ、そうだよ。いや、まあでもそうだよね。うん、え、そうかそうか。まあ前言ってたもんね、配信なんかしたくないって。
もちろん知ってないと思うしね、うん、お茶漠とかなきゃ今どうしてほしいの。いや10万払うからやめてもいいと思うよ。しっかり払いますから、そこはだってだ無理にする必要ないもん。そんな配信がだってやりたくないのに無理にやってるでしょ。足りない。それで目っていうのは払いますよ。それは今度はイカルトが配信やめて今度平八が無条件で配信始めるからあんま意味ねえんだよねそっちで今度はイカルトがナイスとかお願いしますって言い出すからレッサーしてるから。それもやめたら今度は YouTube でミロチャンネルとかやるんだろう。やめたか。いや分からん。うん、確かに。ナイスはもう諦めなさい。これナイスの10位見たら10位だったやん。そもそも10位だったやん。それ来てえけど無理だもんな。明日4時起きだから我慢だもん。まあ行きますね。